リトーベウホートは、ブラジルの元総合格闘家。リオデジャネイロ州出身。アメリカ合衆国フロリダ州ボカラトン在住。サンフォード MMA 所属。元 UFC 世界ライトヘビー級王者。元刑事レイジ世界ライトヘビー級王者。1990年代から2010年代まで、約20年にわたって、総合格闘技の第一戦で活躍し、 ブラジルにおける人気選手の一人であった。当時19歳かつ、キャリア3戦目で、総合格闘技のメジャー団体、UFC のヘビー級トーナメントを制し、2004年には UFC ライトヘビー級王座を獲得した。リオデジャネイロ州で、フランス系ブラジル人の父親とギリシャ系ブラジル人の母親との間に生まれた。カーウソングレーシーの下で、ブラジリアン柔術をはじめ、 カーウソンが養子縁組を申し込んだほどの才能があったという。1997年2月7日、19歳で UFC 初参戦となった UFC12 でヘビー級トーナメントを制したことで、ザ・フェノムのニックネームで呼ばれることとなった。1997年5月30日、UFC13 でタンク・アボットと対戦し、スタンドでアボットを殴り倒すと、 グラウンドのパウンド連打で、開始52秒で TKO 勝ち。1997年10月17日、UFC15 の UFC ヘビー級王座挑戦者、決定戦で、ランディクートアと対戦し、クートアのクリンチテクニックにボクシングを封じられ、TKO 負け。1998年10月16日、UFC ブラジルで、バンダレーシウバと対戦し、 前進しながらのスタンドパンチ連打で開始44秒で TKO 勝ち。1999年4月29日、プライド初参戦となったプライド5で桜庭和志と対戦し判定負け。しかし、その後ギルバート・アイブルやヒース・ヒーリングといった競合を撃破。2001年、所属していたブラジリアントップチームをトラブルで離脱した。 2002年6月22日、ライトヘビー級に転校し、UFC 復帰戦となった UFC37.5 でチャックリデルに判定負け。2004年1月31日、UFC46 の UFC 世界ライトヘビー級タイトルマッチでランディ・クー・トゥアと対戦し、開始49秒でクー・トゥアが目の上をカットして、 レフェリーストップによる TKO 価値を収め王座獲得に成功した。再戦となった8月21日の UFC49 でクートゥアにリベンジを許し王座陥落した。2005年2月5日 UFC51 でキ動をティズニー判定負け。UFC 契約最後の試合であったが再契約をせず UFC を離脱した。2005年4月23日 プライドグランプリ2005開幕戦のミドル級グランプリ1回戦でアリスターオーフレームと対戦しフロントチョークで一本負け2006年4月11日プロボクシングデビューを果たし小勝利でウィンを飾った2006年10月21日アメリカで開催されたプライド32でダンヘンダーソンと対戦し0から3の判定負け 試合後の薬物検査で4、ヒドロキシテストステロンの陽性反応が検出され、ネバダ州アスレチックコミッションから9ヶ月間の出場停止処分と1万ドルの罰金を受けた。2007年9月22日、刑事例次世界ライトヘビー級タイトルマッチで、ジェームス・ジキックと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。骨折した状態で試合を行っていたため、 10月に骨折の手術を受けた。2008年7月19日、ミドル級に転校し、アフリクション旗揚げ戦、アフリクションバンドに出場。テリー・マーティンと対戦し、2ラウンドにパンチラッシュで小勝ちを収めた。2009年1月24日、アフリクションデイ・オブ・レコニングでマット・リンドランドと対戦し、パウンドで小勝ちを収めた。 2009年8月1日に開催予定であったアフリクショントリロジーに出場予定であったが大会中止となったため7月31日に UFC との再々契約が発表されたリッチ・フランクリンと対戦するベウホート2009年9月19日 UFC103 で元 UFC 世界ミドル級王者のリッチ・フランクリンと対戦し 1R にかすめた左フックでダウンを奪い、パウンドで TKO 勝ち、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2011年2月5日、UFC126 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで王者アンデウソン・シューバに挑戦するも、1R 中盤に、左前蹴りでダウンを奪われ追撃のパウンドで小負けを、キッシュ王座獲得に失敗した。2011年8月6日、 UFC133 で、秋山義弘と対戦し、1R 序盤に、左ストレートでダウンを奪いパンチ連打で追撃し、最後はパウンドで失神小勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。2012年1月14日、UFC142 で、アンソニー・ジョンソンと対戦し、リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち。この試合はジョンソンが11ポンドの体重超過をした、ため、 ベルフォートの合意により197ポンドのキャッチウェイトバウトとなった。2012年9月22日、UFC152 でダンヘンダーソンが負傷したため、代役として UFC 世界ライトヘビー級王者ジョン・ジョーンズに挑戦。1R に腕ひしぎ十字固めを極めて、タップ寸前まで追い詰めるも、4R にアメリカーアームロックで一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。 試合後、ベルフォートは、試合前の練習中に手を骨折しており、治りきらないまま出場してジョーンズと戦っていたと、語った。2013年1月19日、UFC4FX7 で、マイケル・ウィスピンと対戦し、左ハイキックでダウンを奪いパウンドで2機小勝ち。試合後に、ベルフォートが、ネバダ州の医師の診断の下、テストステロン補充療法を受け、 薬物検査のテストステロン値も正常値の範囲内で検査に合格したことが発表された。3月6日にネバダ州アスレチックコミッションが今後は過去にステロイドなど禁止薬物とされるパフォーマンス向上薬を利用した経歴が見られる選手にはテストステロン補充療法の使用免除が降りる可能性が低いという方針を明らかにした。二千十三年五月十八日 UFC オン FX8 でミドル級ランキング5位の元ストライクフォースミドル級王者ルーク・ロックホールドと対戦し、左バックスピンキックでダウンを奪い、追撃のパウンドで 1RKO 勝ち、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年11月9日、UFC ファイトナイト、ベウフォート VS、ヘンダーソンでライトヘビー級ランキング6位のダン・ヘンダーソンと対戦し、 左ハイキックで 1RKO 勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞し、ヘンダーソンからキャリア初の小勝利を奪った。また、3試合連続で蹴り技による小勝利となった。2014年2月27日、ネバダ州アスレチックコミッションがテストステロン補充療法を全面禁止にすることを発表した。これを受けて、ベウフォートは、 UFC173 で UFC 世界ミドル級王者クリス・ワイドマンとのタイトルマッチが決まっていたが、その試合でテストステロン補充療法の使用免除を申請する予定であったため欠場することを決定した。2014年6月6日、テストステロン補充療法が禁止となる前の2月7日にネバダ州アスレチックコミッションが行った薬物検査で正常値を超える 高濃度のテストステロン値が検出されていたことが発表された。ただしテストステロン補充療法が禁止される前の検査結果なので処分はされなかった。2014年7月5日、UFC175 でチェールソネンと対戦が決定していたが、ソネンの薬物検査失格により試合中止となった。2015年5月23日、 UFC187 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで王者クリス・ワイドマンに挑戦。打撃戦で優位に立ったものの、テイクダウンを奪われマウントパンチで1キコ負けを起死し、王座獲得に失敗した。2015年11月7日、UFC ファイトナイト、ベウフォート VS、ヘンダーソン3でミドル級ランキング12位の、ダン・ヘンダーソンと3度目の対戦を行い、 パウンドで 1RKO 勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。この試合で UFC から2万ドルのスポンサー料が支払われたが ESPN の取材に対してビクトーの妻は夫は UFC のスポンサー規定変更で数百万ドル失いましたと明かした。2016年5月14日 UFC198 でミドル級ランキング2位のホナウドジャガレーと対戦し マウントパンチで1ティコ負け。2016年10月8日、UFC204 でミドル級ランキング9位のゲガール、ムサシと対戦し、パウンドで2ティコ負け。2017年3月11日、UFC ファイトナイト、ベウフォート VS、ガスタルムでミドル級ランキング10位のケルビン・ガステラムと対戦し、パウンドで1ティコ負け。 しかし、その後ドーピング検査でガステラムの体内から、マリファナの代謝産物カーバーキシー THC の陽性反応が検出されたことを全米アンチ、ドーピング機関から通知され、5月7日に試合結果がノーコンテストに変更された。2018年5月12日、UFC224 でミドル級ランキング12位の両都町田と対戦し、左前蹴りで小負け。 この試合をもって現役を引退した。ミドル級屈指のハードパンチャーであり、一撃で相手を沈める左ストレートを武器に、幾多の競合をマットに沈めた。また、ハイキックやスピニングヒールキックなどの蹴り技も得意としている。主に強烈な打撃にスポットを当てられることが多いが、充実での攻防においても強さを発揮し、ジョン・ジョーンズを相手に、 下からの腕ひしぎ十字固めで一本勝ち寸前に追い込んでいる。ありがとうございます。